いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？彼氏がいないとき、友達にいい人紹介してと頼むこともあるでしょう。それなのに誰も紹介してもらえないとしたら、何か自分に問題があるのかもしれません。そこで今回は、友達からいい人を紹介してもらえない女子の問題点をご紹介します。 1. 元彼に未練がありすぎて次の恋をする準備ができていない。未練たらたらじゃ次の恋は無理だよ。20代女性など失恋から立ち直っていないと、まだ新しい恋をする段階ではないと判断されるようです。元彼の連絡先を消した、思い出の品を捨てたなど、心変わりをアピールする必要があるかもしれません。2. 熱しやすく冷めやすいため、紹介しても長続きしそうにない。男友達をなくしたくないから、いつも交際期間が短い子はちょっと、20代女性など、男友達との関係が壊れることを恐れて、紹介を思いとどまる女性もいるようです。今度は、長く付き合える人を探すなどといえば、少しは印象が変わるかもしれません。 3. 愛想が悪く、初対面では良さが分かりにくい。長く付き合わないと良さが分かりにくいんだよね。20代女性など、ムスッとしている、きつそうに見えるなどの理由で第一印象が良くないと、男友達を紹介しづらいようです。喋らないと怖いなどと言われがちな人は、普段から愛想よく振る舞うことでチャンスが増えそうです。 4. 小悪魔的な魅力はあるが、男友達が不幸になりそうである。一度はうまくいくと思うけど、結果的にどうかな。不詳、20代女性など、小悪魔的に男性を振り回すタイプの女性は、後々面倒なことになりそうで、紹介を渋られるようです。尽くす恋愛がしたいなどと言い、信用される努力をしましょう。